で参ります。さあ中高生の皆さんは今の時期中間テストらしいですよ。ほとんどね、ほとんどのね、ほとんどの、滑舌の方が、ほとんどの中学生が中間テスト、どうしたんですか、ボロボロじゃないですか、あなた人生初喋ってるわけじゃないですか。いやいや、今ね、いろんなことちょっと次何話そうかなって考えすぎて、考えながら喋って、あ、そうなんですね、はい、すみません。まあまあね、親御さんもね、いろいろハラハラドキドキされてると思いますけども、はい、あんたなんてね、えらい要領よくテスト勉強なんていうのはこう人生の中でいろんな場面で乗り越えてきたイメージありますよ。そうなんですよ。あ、出た私は教えてあげ、なんか勉強法みたいな。あのですね、うん、中間テストは基本的に範囲が狭いので、ええ、そこの範囲だけをバッチリ勉強するんです。大体そうですけどね。もうそれ以外のことは一切大体範囲を勉強するもんですけど、数学とかもその公式とかいろいろ考えないんです。問題と公式と答えを丸暗記するんですよ。そしたら100点取れますから。なるほどね、はい、例えば将来的にその勉強が役に立つかと言われれば、はい、役には立たないんですけど、立たないでも立つやつやって、ただ立つやつを、学校の成績が良ければ、うん、推薦とかもらえたりしますから。まあまあね、そうです、それもまあ一つの手ではあるんじゃないかと、そうです、いうことですね。深く考えない。なるほど、はい、もうなんせ覚える丸暗記だということですね、はい、おひげさんはどうやって勉強したんですか。僕はでも勉強自体を中2の夏ぐらいまでしかやってないですから、うん、中2の夏までやった勉強でその後の人生を40歳まで生き延びてますからね。あんまり、すごい、そうなんですよ、すごいじゃないですか。ある意味すごいですよね。だからね、じゃあ中1の時はどういう勉強法だったんですか。いやだからもうものすごい一生懸命だから、もう僕なんて遠い学校通ってましたから、はい、2時間かけて中学校行ってましたからね。だから朝5時起きて、ね、で学校行って授業受けて部活して家帰ってくの10時前とかで、そっからもう勉強して、もう毎日 3,4 時間ぐらいしか寝んと、うん、うわ、そりゃおかしくなりますね。でも僕結構不器用え不器用でも